リンク式サスペンション。ここでは固定車軸のものについてのみ説明する。リンクを用いた独立喧嘩については、マルチリンク式サスペンションを参照のこと。リンク式サスペンションとは、車軸喧嘩方式と呼ばれるサスペンション形式の一つ。いわゆるコイルリジット式。主に駆動方式が、FR の乗用車や、商用車の5車軸に、また、クロスカントリータイプの4輪駆動車や、 トラックバスでは、前後軸ともに使用されている。また、1990年代の日産の一部の FF 車に見られたサスペンション部品のサプライヤーである、よろずの提案による、リアマルチリンクビーム式は、トーションビーム式の横方向の規制を、スコットラッセルリンクという二つの特殊なリンクで行うもので、これも除外する。車軸と車台を数本の棒によって結び、 車軸の位置に目をする方法。この棒は前後左右に働く力のみを受け持ち、延直方向の荷重はバネで支えられ、車軸は上下方向の動きを許されている。この棒は両端に軸受けやゴムブッシュを持ち、ある程度自由に動きながら牽引力や制動力を車台に伝える働きをするため、リンクと呼ばれる。 丸パイプの直感を使った単純なのものが一般的であるが、中にはコストのかかった鋳造や単造による成形品もある。サスペンション全体を指すときはリンク式と呼ばれるが、部品単位では丸パイプのものはトルクロット、または単にロット、後半プレスや鋳造、単造等の複雑な形をした専用成形品、アームと呼ばれることが多い。 前後方向の12目のトレーディングアームに、横方向の12目のラテラルロッド、ワッツリンク、A 字型、または2本のロッドが離れた刃の時計もしくは V 字型、または2本のロッドが離れた逆刃の時計に組まれたロッドのいずれかが組み合わされる。A 型、刃の時計や、V 型、逆刃の時計のロッド、アームは、アクスルに対し、車体縦方向に置かれ、 前後方向の位置決めにも兼用される。車軸のの前後方向の位置決を行うシュリンクをトレーリングアーム、トレーリングリンク、またはラジアスロットと呼び平面紙で、車台中心線に平行に左右に一本ずつ置かれる。これだけでは横方向、車台の左右方向の力に対し、車軸の位置を保持できないため、三本目のリンク、ラテラルロット、 パナールロッド等と呼ばれることもあるを、横方向、つまり、平面紙では、車軸と平行で、車台中心線と直角に配置し、横からの力を車台に伝え、車軸を支える方式である。ラテラルロッドは、その視点を中心として振り子運動をするため、車軸、車台の上下動の際に、車軸の横動により、タイヤが地面を横方向に、擦る力が発生する。 この現象は、その名の通り、対地、スカッフィングと呼ばれ、安定性や乗り心地が悪化する原因となる。ラテラルロットが短い場合は、上下道に対する角度変化が大きくなり、車軸の変異、移動距離も大きくなるため、それを軽減するため、ラテラルロットはできるだけ長くされ、乗員や貨物の荷重のかかった、実際の使用状況で水平に近くなるように、設計される。 このスカッフィングの発生を嫌い、横方向の変異のない、ワッツリンクや、左右対称となる A 型、刃の時系、V 型、逆刃の時系のロット、アームを位置決めに用いる車種もある。鈴木が、アイソレーテッドトレーリングリンク式、コイルスプリング、通称、ITL と称しているものも概要は同じだが、悪するとトレーリングアームの結合が、通常の1点から上下2点になってる。 なお鈴木は、この IPL に関してカタログなどで、具体的な説明を避けている、車軸喧嘩や、コイルリジットと表記していては、商品性に難があるため、トーションビーム式と混同されるなど、その内容に関して誤解されている場合が多い。1980年代中盤から、マルチリンク式サスペンションが高級乗用車や、スポーツカーに用いられるようになり、 アウディやメルセデスベンツでは4リンク式などと表現しているが、ここで説明するのはこれらの独立喧化式ではなく、固定車軸式である。また、ウィキペディア英語版に見られるように、英語圏では、次節の5リンク式を含めて、マルチ、リンクライブアクセル、リアサスペンションと表記されることがある。ライブアクセルとは駆動輪用の固定車軸を指し、これにより、 マルチリンク式独立喧嘩、インディペンデント特別している。前後方向の2本のシュリンク、ラジアスロットの他に、2本の補助リンクを平面紙で、刃の字、または逆刃の字形に配置し、横力に対応する方法。駆動や制動の反トルクによるアクスルハウジング、ホーシングの前後回転を防ぐため、通常シュリンクは側面紙で低い位置に、 補助リンクはそれよりも高い位置に配置される。3リンク式の上側に前後方向の補助リンクを追加し、ラテラルロットを含んだ5本で構成する方法。補助リンクは平面紙で、車台中心線に平行な場合と、4リンク式に順次、矢やや、刃の字、または逆刃の字形の場合とがある。国営時代に設計されたアルファロメオアルファスとは、 後輪用アッパーアームを後方に配置したワッツリンク構成となっており、横方向の位置決めを含め、贅沢にも3組のワッツリンクが用いられている。虎に、オン、虎にエンとは、もともとは大砲の宝珠を指す言葉で、虎に、オン式サスペンションは、大型車などで、5車軸が2軸の場合に使われる喧嘩方式の一つ。バネには、長さの異なる板バネを重ねた。 リーフスプリングか、板間摩擦の少ない頭頂テーパーリーフスプリングが使われる。車台、フレームに、虎に、オン軸を設け、それと、5車軸のアクスルハウジング、ホーシング等、アッパー、ロアのトルクロットで結んだもの。車両の延直方向の荷重はスプリングのみが受け持つ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。